そして時がなんとなく過ぎ、このゲームなんか一応説明文を読むと全ルート2時間だけど、まあでも私読んでいくとめっちゃ時間かかるだろうから、多分もっとかかる。全ルートで2時間で行けるらしいから、そんな長くないと思う。多分展開早いと思う。お、もう2週間経ったか。中国がある日の昼休みに顔を出して遊びに行く生活だ。主人公も普通に あのゲームを遊ぶ人。ようやくこのサークルの雰囲気がなんとなくつかめてきたような気がする。衛星ゲーム同好会、略して AK 同。AK 同の活動内容は一つ。部室に行ってゲームする。用事があったら帰る。ただそれだけ。大々君の言った通りだった。8割マススと2割ほかげ。めっちゃ、そんなに、スマブラやるの部室ではいつも大々君とアッシュさんが、か、頭蓋さんが競り合っていて、大々君はずっと喋り続けている。競り合っていて。部室にいてゲームする。ただそれだけなんだけど、ただそれだけだからこそ、こうして陰キャのみんなの癒しになっているのだなと分かった。しかし、大学公認で電気をジャブジャブと消費してゲームをするの、少し背徳感あっていいな。入部して早々いきなり会場になっちゃって、Sな私一体どうなっちゃうのと思ったけど、別に、まあ、どうもしないようだ。先代の会長さんの仕事はすでに提出、仕事はすでに提出済みだったり、頭蓋さんが補佐をしていたので、だいたい分かったりって感じだから、Sな私がたくさん覚えなくちゃいけないことがあるわけではないみたいだし。っていうか、なんで先代の会長さんは頭蓋さんを会長にしなかったのだろう。そんな疑問が部室に通うにつれて S な私の中で生まれていった。そうして4月の中旬と下旬の境目。お、やっぱり結構進展し始める。授業がオリエンテーションで早く終わったので足を運んでみると津貝さんが一人で読書をしていた。あ、津貝さん、こんにちは。あ、こんにちは、お疲れ様です、会長さん。何読んでたんですか？まあ、ただの自助点ですよ。え？自助点って、あれ、自分の人生についての本みたいなやつでしたっけ？そう、作者の方は、自らの半生について自分で振り返る本のことですね。あ、ね、哲学部だからといって、そんな本読むわけじゃないと思うけど、もっと論理学とか。そう言うと、頭蓋さんは本を閉じて、ソファの空いていたパイプ椅子に置いた。え？まだ読んででいいのに。いや、結構長く読んでいたので、ちょうど休みたかったところなんです。は？せっかく新しい会長さんがいらしてくれましたからね。そうすか。シーン。津貝さんと二人きり信じられないくらい物質が静か。この物質性こんなに静かだったんですね。一応ちょっとセーブしてみる。あんまりセーブしてなかったから。ね、大体君もアシュさんもいないので静かでしょう。このサークルには少しはなりましたか？ああ、そうですね。まあ雰囲気は分かってきたかなっていう。ちょっと苦手そうな感じですか？あ、そういう意味での慣れなさでは全然なくって、驚きといえばいいのかな。突然会長を任されたから、そっちでの びっくりがまたちょっと残ってる感じです。見守ってくれればいいって言われたけど、実際前の会長さんみたいに S な私も振る舞えた方がいいのかなと思って。先週ゲーム用コミュニケーションツールレスコ。あ、ディスコ？ゲーム用なの？ディスコって。のサビに入れてもらって過去のくだりを少しだけ、見返していた。先代の会長さんの発言は、痕跡か痕着か。今昔のネットスラングばかりでろくではなかったが、書類の提出や A 大祭の企画は、人が来ないとはいえちゃんとこなしていたようだった。ああ、だから会長なの。ああ、そういう意味で。へえ、会長さんはとても真面目なんですね。え、あ、そう？会長さんは仙台の会長さんを知らないから不安になられているのかもしれませんね。そうだ、会長さんは喋ったはやられていますか？はい、まあ、差し支えなければ、彼にフォローリクエストを送ってみてはどうですか？いいのかな？あなたを会長にしたのは彼です。通さない理由がないでしょう。
少し彼のお人柄を見てみれば会場をやるにあたっての不安も和らぐと思います。あれ会長も一応攻略対象というか攻略のキャラクターなの分からんけど、そういえばそもそも頭蓋さんと喋ったアカウントをつながってなかったかもですね。今つながってるのは大体くんだけだ。そうでしたね。じゃあまず僕の QR 出しますね。そう言うと頭蓋さんは喋ったの QR 画面を差し出してきたが、何かを思い出したかのように何か思い出したかのようにすぐに画面を暗転させて、やっぱりまずいものをやべすいません、サークル向けじゃないアカウントを見せてしまいました。なんか良くないアカウントが本当はこっちです。頭蓋さんってやべとか言うんだあやっぱりちょっと怖い、ちょっと良くないところが出てくるかもしれないな、このキャラ。やっぱり大体が一番ある意味純粋だと思うな。やっぱり最初はやっぱり大体 のエンディング見るか。もう一度差し出してきた QR を読み取った。つという名前のアカウントが出てきた。 ID はつがい AK と AEK と、わかりやすいシンプルな、ID が、ゲート、ゲーム投稿か、そう、A ゲートで略されてるんだね、そういえばこのサークル。あ、すいません、このタイミングで申し訳ないんですが、お手洗いに行くので、一瞬席外しますね。僕のフォロー欄を見れば、仙台会長さんのアカウントがわかる。ん？そこで氷なく喋っていた頭蓋さんの口が非常停止ボタンを押されたかのようにぷっつり一瞬止まった。いや絶対わからないので戻ったら教えますね。すいません一瞬失礼します。絶対わからないの。パイプ椅子には頭蓋さんが先ほどまで読んでいた、緑色の葉っぱのような、絶対違う、実はエロ同人柄のカバーがかけられた辞書店が残されている。優しいけどどこかミステリアスな頭蓋さん、彼は一体どんな本を読んでいたのだろう。少し良くない好奇心が S な私の脳裏を、駆け巡った、これはな、多分これどっちの方がルートに入るんだろう。ジョセブ、いや私は見ない方が何も怒らない、何も怒らないでルートに入らないという予想という感じで見ないでおくか。さすがに勝手に読んでいる本を見るのは失礼だろう。少し気になるが見ないでおこう。もう後で見よう。せっかくフォロリークを通してもらったので頭蓋さんのシャベットを眺めることにしたシャベットゼミのゴーゴリミーティングに、ゴーゴリミーティングに アニメアイコンのキモオタク アカウントで入ってしまった社会不適合者つのツイート、ゼミのミーティングにアニメアイコンの、いや別に今アニメアイコンそんなに珍しく なくないまあそんなどんな感じのアイコンにもよるけど、さすがにいきなり18禁のアイコンはないだろうけど、キモオタクアカウントで入ってしまった。教授が、頭蓋さん、何か個性的なアイコンですね。笑い。で、苦い笑みを浮かべていた。あの顔が忘れられない。頭蓋さんの喋ったで案外インターネット感あるんだ。意外。なんか、ますます頭蓋さんに共感してしまったな。過去の喋ったを見漁っていると、戸が開いて、頭蓋さんが戻ってきた。すいません。お待たせしました。菅井さんは軽く椅子の上に置いてあった書籍に目配せすると、心なしかアントの表情を見せた。やっぱりなんか見るとわかるだろう。ああ勝手に見ないでよかった。でも結局この本は何だったんだろう。それでは全会場のアカウントを教えしますね。こちらです。チアポポレズゼボットボットという名前、なんでなんかボットじゃないけどボットっていう名前なの。なんかよくわからんな。なんかあんまりなんかちょっといかがわしく見えるな。なんかこのアカウント名。チアポポレツゼ。え？レツセ。会長さん知らないですか？女子陸上の日常系アニメ×の九条千秋と
三原ポポのカップですよ。はうん、うん、あゆり好き、前会場のドンさん、そこの今日、強火オタクなんで、強火ポポチアポポ列製あ、列の そのまま列ってことあ、千秋の千秋。日曜系アニメか。あんま見れてないんですよね。で、大体くん。振り向くとそこには誰もいなかった。全能の大体くんの幻をエスな私の中に作っていたようだ。え、これ本当に全会場っすか？信じがたいですよね。そうなの。とりあえずフォロリク送りました。え、もう承認された。早くない？そこにあるシャペットをまちまちと読んでしまった。ん？老人ホームで介護ロボに J-POP 流されても、俺はこれをつきながら歌い続けるだろうな。あ、このキャラソンってこと？かける8はなんだなんだよな。あ、これそのアニメの話？あ、本当にこのカップ推しなんだ。あー、病院食まずすぎてかける5話の、アニメ見返してる？うん、どこからどう見てもオタクの喋ったら本当に普通の異常オタクなんですよ。菅井さんが伝えたいことは分かりました。だけどそれでもやっぱりエセな私は敵人ではないような気がした。だって菅井さんの方がよっぽど、なんで前会長さんは菅井さんを会長にしなかったんですかね。え、だって前愛の会長さんの補佐をしていたのは菅井さんなんでしょ。このサークルのこともよく知ってるし、何よりしっかりしてるし、菅井さんの方がずっと適任なんじゃ。それは前会長が僕の事情を組んでくださって。新しい会長さんだ、河田さん、お疲れ様です。本当に来た菅井さんが話そうとしたのを遮るように勢いよく、物質の扉が開き、真実の大体くんが入ってきた。幻想じゃねえよな、本物の大体くんじゃん。大体くん、こんにちは。コウタさん、聞いてくださいよ。いやー、マジで英雄の運営無能すぎ。そろそろオワコンになるぞ。切れそう切れそう。そういえばこのオワコンという言葉もなんかやっぱり日本語って、その日本人というか日本ってなんか新しい言葉よくすぐ作るような、こういうネット上の言葉って。このオワコンも翻訳しにくいよな結局。すごい、大体くん何の話をしてるんですか。いや、知らないですか、コードさん、喋った見てないですか。来期のレグでノア制限されるらしいんですよ。敵に1枚しか入れることができなくて。あれカードゲームの話。そうですか。英雄、なんとか英雄がカードゲームで、なんかなんとかストが、スマブラか。大体くんは津賀さんの隣の空いてるパイプ椅子に腰掛け、止まることなく津賀さんに話しかけ続ける。大学僕高い金出して、クモツでシングル買ったのに、いやまあ、あのカードジュエルを消費なしでどこでも攻撃できる強すぎましたから、そこはまあ、納得できなくはないんですけど、いやでもマジで今発表するの無能運営かす。大体くんのマシク立てに、津賀さんはうんうんと軽くうなずいていた。あ、結構カードとかも詳しいんだ、津賀さん。へえ、津賀さんはカードゲームとかやるんですね。いや、僕やってないんですけど。大体くんはやってない人にこの熱量で話しかけてるの。とんでもねえな。とんでもねえな。あ、じゃあ僕これからバイトなんで帰ります。お疲れ様です。お前、ちょっと覗いて、覗いに来ただけ？え、大体くん、バイトやってんの？え、僕がバイトやってんの？そんなおかしいですわね。あ、これちょっと一応最初はこいつのルートに入ろうとしてるんで一応聞くか。武蔵浦和の、これどう読む？海明塾っていうところです。どこ？海明、そんなとこあるんだ。
あ、個人経営で、僕卒業してからそのままバイトやってるので。へえ、聞いたことないと思ったら個人経営なのか。あの、聞いてくださいよ。何？あのですね、僕この前 JK 泣かせちゃったんですよ。これどういうこと？そういう感じで話すこと？え、なんで？僕あの数学教えてるんですが。ん？数学を教えてる？中空？開明中空って本当中空だの。この前担当の先生が休暇を休んで僕が JK に教えたんですよ。僕が JK に、あの日常本当に JK で言ってる？お前 JK でずっと言ってる？授業中教えてる時は普通だったんですよ。でもなんか授業終わった後に受付でその子泣いてたんですよね。なんでそんなことになっちゃったの？いや、あんな受付で泣いてる生徒なんて見たことなくて。泣かせた原因に心当たりとかあんの？いや、それは知らないです。でも泣いてたんで。そうなんだ。恐ろしいほどオチのわからない話を聞かされ、驚くほかなかった。ちょっと怖いな。原因わからないの怖くね？じゃあもう時間なんで失礼します。嵐のようだった。Sな私らは次の予定があり、その日はあえなく解散となった。翌日、2回目の授業ですでに半分ついていけなくなってる授業のリアペをなんとか悩んで出し終えて、これなんか日本の大学のこういう用語よくわからんけど、一応大学、私日本の大学は行ったことないから、台湾の大学しか行ったことないから、こういうなんかリアペとかこういう用語をあまりよくわかってないんだよね。なんとか悩んで出し終えて、また部室に足を運んでみた。コーンです。で、あれ、なんか背景なんか違うな。誰もいないのかな。パチッとスイッチを切り替えて電気をつけてみたら、ソファに人がいた。ああ、あの人じゃん。名前、あとハンドルネームなんだっけ、なんかカタカナで英語だった気が。アッシュ、ジョージ・ケツメルとかだっけ。人の名前もまともに覚えられないのか。ずいぶん無能な人間が入ったんだな。あ、ちょっと中二病な感じの喋った。ハンドルネームで呼ばれてた白銀の髪色の人は、ソファに寝ながらこちらを全く振り向くことなく、微動だにせず、喋り出してびっくりしてしまった。ラッキーセットのおもちゃが喋ったあの時の、ラッキーセットのおもちゃって何？よくわからんけど、喋ったあの時のような衝撃。電気消せ、深い。あ、本当に？失礼。あの、なんでいつも部室で寝てるの？銀髪の人はようやくこう、立ち雇ってた。こちらに向いて話し始めた。それをしてお前の何になる？ただの興味なんだけど。しょうもな。夜寝ないからここで睡眠取ってるだけ。寝れてないの？寝れないんじゃねえよ。勝手に人を病気扱いするな。寝ないだけ。夜の方が浅いで効率的に作業ができるからそうしてるだけ。そうなんだ。暇だから寝てるのかと思った。暇そうだからって理由で会場とかいう厄介事を任されたお前に言われたくないな。暇そう？そう見える？まあ否定できないかもしれない。たまにしかバイトしてないし、ガハハのハ。主人公いきなりなんだ。ガハハと笑い飛ばしては見たものの、銀髪の人、当たりがだいぶきついな。どうやって話し続ければいいんだろう。下手したら話さない方がいいのだろうけど。少し困って彼を見ると、着ているシャツの花柄が素敵なことに気づいた。どこで買ったものなのだろう。ので怖いけど続けて話しかけてみることにした。その花柄、ああ、なんか文句あんのか。言っとくが、別にこういう柄が好みで着てるわけじゃねえ。これしか持ってねえからこれ着てんだ。勘違いすんなよ。いやー、そうなの。そうなんだ。お前何が言いたいんだよ。いや、なんでも本当に深い。今の話題がバッドコミュニケーション扱い。バッドコミュニケーション。私どうやって喋ればいいの、この人と。主人公テンションちょっと、主人公もテンションおかしいな人や。彼の返答に衝撃を受け、会話の続きに困っていると、後ろからドアが開く音がした。会長さんお疲れ様です。アイシさんお疲れ様です。聞いてください。ガチでスカッとすることがあったんですよ。はい、ロンパーみたいなこと、こんなこと現実にあるんですね。聞いてくださいよ。カトショカードショップ突然 部活に入り、これ何の音？呪文を詠唱する大体くん、自分で勝手に変なところにズボンに入っていて話が進まない。アッシュさんだわ。思い出した。
私あの 買い取りお願いしたんですけど、なんか店頭に書いてある価格より低くて、なんで低いんですかって聞いたら、傷あるって言われて、いやそんなわけないんですよ、だって、剥いた後そこをスリーブに入れて保管してるんで、で僕その場行ってやろうと思ったんですよ、あどこに傷あるんですか、僕スリーブに入れて保管したので傷なんてあるわけないんですけど、で僕押さえてはいい、押さえてはいわかりまーし、ただひんだなスキップをじゃあこれはスキップオートセーブ、これは違う、これはセリフじゃないと、聞いてないことよく喋るなお前、お前の話興味ないとか言われたことねえの、いやそういうこと言われたことないですね、親聞いてくれるのでやっぱり溺愛されてこうなった、なんか親がこの人この息子を可愛くてしょうがないってこと多分、あそう、そんなことよりヤッシーさんマスそうしませんか、あの先日のガチマスの配信見ましたか、まさかのガチマスの配信、まさかのサラミさんが準優勝とか、僕なんか大会とかあったんだ、僕ほんとびっくりしました、サラミ選手の仮面丸が見られるなんて、仮面丸僕仮面丸使いに転向します、これからあのキャラの時代です、いやよく考えてあのキャラ一番強いですよ、四段ジャンプできるし復帰阻止えぐいですし、やっぱりスマプラの話やん、あ、うん、あ、でもやっぱりこいつ大したことない人だろうどう考えてもすぐなんか影響されて使あなんかなんか仮面丸使いに転向するとかいう人がお前2週間前オン大会での、メシメシハンハンストガチに影響されて言ってたオンで、ハンハン全一目指すとかいう話どうしたんだよ、あそれはよく考えたら本当ハン、これはハンとメシってどれ、どっち読み、ハンって近づかれると思ったなって思ってやめました、そのキャラもどうせ1週間後に飽きてるだろう、でも今回ばかりは生きてる意識はしません、だって絶対強キャラですよ、コンボで橋に追い込んで撃墜できれば絶対強いですか、コンボできれば最強、とっさにコンボをつなげられるようなアドリブ力もろくないくせに大した自信だな、死ぬまでコンボをつなげられたら全員強キャラだろうが、それができたら誰も苦労してないだろう、なんでそのことすら気づけないんだよこいつはこういう感じでやってる、でもこう多分こいつ明るいからなんか何もなんかなんていうか気づかない人だろう、多分別になんか絶対笑ってるやろ、今日絶対勝てる気がするんでやりましょう、アシュさん、ほらなんか絶対なんか全然響かないだろう、僕マススのプロになりたいんで、いやなんかなり絶対なれなそうこんな感じだからプロなんざ無理だってよ、前も今度平日大会も行きたいんです、まあポコポコにされること必死だと分かってはいますが中野の大会見学枠でも行こうと思ってまして、しょうもねこいつめっちゃこの一番ツッコミ役、この3人の中で、へえマスストにもプロゲーマーみたいな人いるやろ、ご機嫌斜めなのか無知な人間にわざわざ話したくないのか、アシュさんは特に返事せず黙々とマスストを続けて、もうやってる、大大くんも画面にかじりついて規制を発しながらブチギレているので、エスな私の言葉は耳に入っていないようだ、このコミュニケーション不全サークル泣くぞいやお前そうこういうのがこういう陰キャが好きなのじゃないのかよ、それからは腐れながら二人だけの世界でマスストに取り込むのを後ろから課題をやりながら眺めていた、 S な私の入ったサークル A 系統ではどうやらみんなでワイワイ遊ぶパーティー対戦ゲームのマスストをアイテム出ない設定で1対1で戦い、格ゲーのように遊ぶのが主流のようだ。ずいぶんストイックな遊び方だよな。いや、まあ、これもう明らかじゃん。まあ、でも、そのワイワイ遊ぶにしては3人じゃちょっと足りないやろ。さ、なんていうか、スマブラ。プロがどうとか、さっき大々君も言ってたけど、流行りの e スポーツのような感じなんだろうか。e スポーツに関係ありそうなジャンルのゲームをやってないので、あんまりわからないけど。アッシュさんは差しで10戦くらいすると静かに帰っていった。やっぱり結構難しい人なんかな、アッシュさんって。まあ僕も入って2週間 ?3 週間なんで、そうなの
なんであんまり、あ、しあそういえば新しく入った人ってことでなんか言ってたな。なんであんまよくわからないですよ。僕よりコートさんに聞いた方がいいんじゃないかなですかね。だ確かにそうか。大体くんがあまりにも馴染みすぎてる。そうそう。そういえばそうだったなっていう。僕ら新入生なのでベテランじゃないんで、ここのまあアシュさんはちょっと難しい人だと僕は思います。あの人はすごいにわか嫌ってるんで、すごい職人気質というか、でも本当マスズと強いし、マスズとしたい僕にとっては貴重な方です。まあまあそれはそうだかもしれないな。強い人と戦うのが一番上達早いだろう。ここ半分マスズとサークルのはずなのに、マスズとガチってる人を少す、え？そもそも人数少ないだろう。ガチってる人少なすぎですし、そもそも3人だけなのに。全然人いないし、徘徊になっちゃうんですかね、来年。ああ、そうか。人数少ないと同好会の存続自体が危ういのか。まあでも形だけでも残す手段はいくらでもあると思いますよね。にしても少ないんで、僕も他隊のサークル探そうかな。うん、なかなか難しい問題だよね。どう見ても新入生が真っ先に飛びつくようなサークルではないし、今までどうやって存続できてきたのか疑問だ。会員の人たちとお話ししてきて、エーゲ島の輪郭が少しずつつかめてきたような気がしもしなくもない。4人目探すの？新入会員の人は今年は来ないのかな。来週も部室に行ってみよう。今日珍しく部室に全員が集まっている。全員みんなでいつも通りマスストをしていると、ほ、この部室で初めて聞く来訪者のノックの音。すいません、見学しに来たんですけど、来たんすけど、あ、やっぱり4人目いるんだ。部室の戸を叩く音が、部屋中に鳴り響いた。誰か来た？嘘、新入会員さん？あ、見学さん、ギター見好きな人だったらめっちゃ嬉しいんですけど、マリシャマ推し歓迎。もしかしたら会員が今から一人増えるかもしれませんね。じゃあちょっと開けてくるね。はーい。撃破されてしまい。撃破されたの？あ、一緒に、スマブラやってるから、もう撃破されたんだ。手持ち無沙汰だったエスな私が戸を開けた。そこには、とても陰キャには見えない金髪の男性が立っていた。キャー、陽キャだ、ボエ。何ボエ。ギョギョ、散る、散る臭くてたまらん、こんな陰キャの総くせになぜ。ウィース、わらわら、ウース、見学来ました、わらわら。突然の出来事で、なんかこのゲームの陽キャ全部敵キャラなの。突然の出来事に思考が追いつかず、視界がぐるぐると目まぐるしく回って、エスな私を急…え？この主人公何？丈夫ですか？すごく遠い場所から声が聞こえてきて、その声は少しずつエスな私に近づいてくる。大丈夫ですか、会長さん？いやー、全然起きないですけど。あの、会長さん本当に大丈夫ですか？急に倒れちゃうんでみんなびっくりしてましたよ。マスストだったら自分あの今タメマスター攻撃で撃墜してました。それくらいの好きなんで。ん？ん？ うん。あ、この、現実がま、あのゲームだったら主人公撃墜してましたってこと？そのくらいの隙が、そしてものすごく近いところで、片杉戦車の激裏踏めのように続けさまに押し寄せ始めた。いやー、会長さん、ほんとごめんなさい。俺来た瞬間、会長さん倒れちゃって、ガチで驚きました、わら。視界が瞬く間に眩しい金髪に侵された。さっきの陽キャ、ギエー、陰キャの花添えに陽キャがここにいるの、誠か。この砦まで落とされたらもう陰キャに命はない。命はないの？キャンバス内全てがダメージ床になってしまった。ダメージ床、やっぱりずっとスマプラの話するやん。毒の間にエスな私はもう一度まぶたが下がりおり、あ、わー、大丈夫っすか？俺見学に来たんすよ。ハイウェイに入ってるんですけど、ゲームしたくて見に来て、ゲームしたくて見に来て。ハイウェイって何のこと？ハイウェイ。
S な私が何に疑問を呈しているのか彼は気づけなかったようで、90フレームほどの落が発生した。ダンスサークルですよね、ハイウェイって。菅井さんが察しよく時速60キロの速さで注釈を入れ込んでくれた。この主人公多分主人公一応なんか自分でも自分を陰キャだと認識してる、もしかして陰キャの花園って言ってるし。そうっすそうっす、うちはヒップホップとロックドハウスが、主っすね。付け加えた内容についてはよくわかんないが、まあジャンルかなんかのことだろうか、別に聞いてねえわそんなんは。ダンスサークルから見学かっこ笑い、どうせやり部屋用の物質がないからうちを、うん、あの下見しに、うん、下見しに来てるだけなんだろガハハ、全くもって許せんな陽キャ風情が。何言ってるんですか。僕、俺のこの町が学科で一番成績良くて表彰されてて、そのおかげで俺も結構真面目っすよ。これでもおこぼれでそこそこ成績いいんで。陽キャは思いつく限りの言葉を並べるだけ並べながら、自分が信頼に足りる人物であることを証しようと S な私に試みている。その光景はあんまり見てて気分のいいものではなかった。なんせわざわざうちのサークルにという疑心がまた、残り続けていた。別に S な私はそんな口だけの取り繕いを聞きたいわけじゃないんだけどな。自称真面目だから何よ。いや別に真面目な陽キャもいるやろ。陽キャ全員不真面目なの。私やっぱりよくわからないな、その陽キャと陰キャの差。そのめっちゃ優等生な陽キャもいるやろ。陰キャの聖域にお尻歩きで入りやがって、貴様、人様のサークルで骨盤矯正しに来てんじゃねえぞ。必死の取り繕いに対してエスな私が表情を曇らせるのが彼にとっては想定外だったようだ。彼は一瞬唖然とし、表情はこうするかのように一気に曇った。やっぱり敵キャラ。陽キャには喜怒哀楽があるんだ。記録だけで構成されているのかと思っていた。すいません、なんか今俺まずいこと言いましたかね。しまった、陽キャだからといってさすがに失礼なタイトルを取りすぎたかもしれない。今更ちょっと言い過ぎたかな。さっきは陽キャに体が過剰反応をしてぶっ倒れてしまったが、話してる感じ彼はそこまでダークサイドの陽キャではないようだ。ダークサイド、ごめんなさい。困った顔のまま彼は少しだけ口を動かした。ごめんね S な私もさすがに言い過ぎたかも。見学に来てくれてありがとう。 S な私の2週間前に、S な私は2週間前に会長になったばかりの、女詰め主。会長さん、本当すいませんです。謝り続ける陽キャ君、さっきの、でもお前、目にハイライトがないぞ。さっきの相当怖かったかな。申し訳ない。もう謝るのは大丈夫。ありがとね。それに陽キャ君のことについて教えてくれる？ S な私、まだ名前を聞いてなかった。S な私が笑顔を見せると彼の表情も少し晴れやかになった。お、俺に興味あるんですか？わら、西村。あ、俺は西村です。小学部2年の西村春日。わ、めっちゃ妖じゃん。西村くんよろしくね。あ、西村さん、自分は大橋です。上高1年の大橋大河です。ハンドルネームは大橋大河の大の字2つで大大と呼んでください。ギターミューとかお好きじゃないですか？自分一昨年ギターミューの大会のと、その話またするとの予選出たんですよね。よかったら喋りましょう。大橋くんでいい？はは、大橋くんってオタク？なんかすげえ喋るね。わら。よろしく。あ、はい、じゃあそれでいいです。ん？初めての表情。じゃあ、珍しく大大くんがあまり人の発言に対して返事をしなかった。ん？ん？あ、それでいいですって何？大橋くんでいい？大橋くんで読むか。哲学科3年の頭蓋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そちらの方は？そちら？西村くんが指した方向を見ると、入り口付近にアシュさんが気だるげに立っていた。あれ？じゃあ S な私が今寝てるのは、アシュさんがさっき寝ていた、あ、ソファーか。S な私が気絶している間にアシュさんがどいてくれたんだろうか。どういう経緯でこうなったのか、ちょっと想像してしまった。
というかよく考えたら、エスナ私が気絶している間に自己紹介すら済ませてないの。どういうことなんだ。いくらでも時間があったろうに。この間にどういう会話が交わされてた。そもそも一言も交わされてなかったことは、みなぎる陰キャ力に全身がブルッとくるのを感じた。いいね。これでこそ陰よ。西村くんに振られたアッシュさんは無視している。なんか俺祭りましたかね。あはは。アッシュさん、なんか言ってもいいのでは。見かねたつがいさんがアッシュさんにパスを出す。興味ね。アッシュはスマホに目線を落としたままつぶやいた。ちょ、アッシュさん、無視は草、やめたれってね。そういうことみたいです。アッシュさん、常にこういう感じの人なんで、そんな無視してるつもりないと思うんですけど。ああ、そうなんだ。なんかみんな変わってるんですね。わら。何がそういうことなのかよくわからないが、だいたいくんなりにフォローしているんだろう。あ、自分これからゆりかたその配信あるんで、そろそろ帰ります。大学の Wi-Fi 通便見れないんで。学費払ってんのにマジでカスすぎる。白すぎ。その初めて 見たぞその言い方。大体くんは そうわめ話すのと同時ぐらいにはすでに扉を開け終わって、部室から体が半分出ていた。脳と体の通信速度は光優先だ。大体くん今日は早いですね。津貝さんのつぶやきを聞くに、いつもの大体くんより早く帰るようだ。あ、じゃあ俺もそろそろ他さんの活動の時間なんで行きますね。今日はありがとうございました。いや、何もやってなくない？ごめんね、何もおめたし、おめてな、ごめんね、なんかおもてなしできなくて、また今度、主人公、普通になった？いえいえ、会長さん、俺また来てもいいっすか？わざわざ確認なんてしなくてもいいよ。おしゃー、会長さんのお墨付きいただきました。じゃあまた来ます。わら、失礼します。そう言って西村くんは20秒前に音を立てて、閉まりたてほやほやの扉をもう一度開け、部室を後にした。彼がいなくなった後の部室は30秒ほど嘘のように静まり返った。教授が来てから全然状況が飲み込めなかった。ひい。まあ、これから彼については判断していけばいいのではないでしょうか。迷惑行為があれば出て行ってもらう。それだけでいいのでは。そうだね。しかし、陽キャを見て気絶って、会長さんは相当陽キャがお嫌いなんですね。無論。僕も苦手ではありますけど、菅井さんとスズメの涙ほどの尺の対話の、たわいの、スズメの涙ほどの尺の、たわいのない話をしていると、もう自分はこの場にいる必要が全くないと感じたのか、入り口近くにいたアシュさんがそのまま戸を開けて出て行った。え、誰もいなくなった。会わない人は自然に来なくなるのがうちのサークルなので、まあそこまで気を落とす必要もないかと。菅井さんが彼なりに慰めてくれた。新たに英華島に現れたイレギュラーな存在、西村くん。彼の登場でうちが荒れなければいいけれど、ちょっとっていうかだいぶ心配している。陽キャの西村くんが入会して2週間、そしてエスな私が会長になってから1ヶ月が、早1ヶ月が経過した。5月に入り、新入会員の大体くんもちょっとは英華島に慣れてきて、大体くんが部室に乱入するシーンを間違えて多く書いてしまったので、ここで、え？ん？ん？ここで階層を入れます。ん？ん？階層？頭は会長さん、お疲れ様です。いやー、かすすぎ。あの教員マジで異常すぎる。最前で、スタミナ消化してたら、切れ出したんですけど、そりゃ、授業中にやったらダメやろ。大体くん、あまり人に対して強い言葉を使いすぎないようにしてくださいね。いや、彼は元から異常に馴染んでいた。新入ひよこ半人前会員はむしろエスな私の方だった。エスな私もまあ西村くん以外とは慣れてきたと言えるのかな。みんなとゆるくゲームで遊びながら楽しんでいる。結構楽しめてる。ま、マジ来てる？こいつ。なんでスイッチの設定画面。5月中旬のある日、部室での様子。今日はメンバー全員が部室に集まってぎゅうぎゅうになっていた。アシュさん、マジで強すんぎ。よくすんぎで言うな。今の行動全部見られてました。いやー、でもこれはキャラ相性で、カルキが、
ロルスタールに対して不利っていう説もあるしな、キャラ相性がな、本当に。いや、強くならない人の言い方だな。やっぱり大体絶対強くならない人やん。アッシュさんはまるで決められた作業のようにそつなく大体君を撃墜していく。話にならない。あのロルスタール使い前任のプロの英語、英語だよね。英語さんがキャラ相性表の動画でタイカルキはロルスター側有利って言ってましたから、このソースは確かです。英語。マスストのプロとか。はい、英語さんすごいですよね。平日大会でも、大型大会でも、海外に遠征行ったりして結果出してて、最近頭角を現してるっていうか、プロとか、お前本気で当てにしてんの？ろくな企業がさ、スポンサードしてないんだから、してないんだから、プロゲーマーとか名前だけになってもしょうがない、しょうがねえだろ。だいたい最近変な名前のプロチーム増えすぎて、略称もわけわかんなくなってるだろうが。なんなんだよ。AAG だの。F、何の印象も残んねえよ。まあ、そういえばなんで英語の名前が多いのかな、そういえば。これ、うん、ファイナルファイアフォーファイターズゲーミング。インターネット、確かになんかちょっと変な名前だな。知名度ゼロの自称プロチームほどやたら壮大で意味ありげな単語使ってその割に中身も実績もスカスカで目も当てらんねえわ。大家族の6男か、7兆あたりの名前かよ。意味不明な3文字のアルファベットの屋号を名前の前につけるだけでプロを名乗れるなら俺は願い下げだね。英語なんて所属チームの名前。TCG だぞ。なんだよ。ダンシングキャットゲーミングって。意味わかんねえよ。かわいいじゃん。結構な印象に残るぞ。ダンシングキャット。まあそんな、確かに俺もあの英語さんがスポンサードされてるチームのちゃんとした名前覚えてないですし、会社とかどういうことやってる会社がよくわかんないですけど、でもプロになれるってすごくないですか。まあそれは一応すごいと思うけどな。一応お金稼げてるんならそれだけ結果出してるけどですよね。じゃあ次俺やってもいいですか。菅井さんでしたっけ。やりましょうよ。いいですよ。よっしゃ。なんかツイッター見てる？なんかずっと同じなんか画像だけど、何なんだろう。あ、会長さんも一緒にやったりしないですか、乱戦で。乱戦4人まあでもその乱戦はそのオンラインでやると4人だけだけど、こういうここ近くでやるともう最大8人までなんだよね。なんか乱戦が結構面白い。じゃあやろうかな。シャー、どの操作のやつ使います？この黒いやつ？黒いやつ？やっぱり GC コンなんだな。この二人。うん、ああ、マスター余ってるならマスターでやる。マスターでやる？アッシュさんは乱戦に興味がないのか、スマホを触り始めた。アッシュさんは興味ない。好きになり合ってるよ。お前何？めっちゃゲーム上手い人？本当に？あれ何先輩でしたっけ、忘れちゃいましたけど、結構ノリ悪い感じなんですね。ん、これ何、これかいん、すいませんで、ん、すいません、なんて言いました、ちょっと声ちっちゃくて聞き取れなかった。あ、不快不快だろ、ちっちゃくて聞き取れなかったっす。不快だから話しかけるな。え、あ、 ごめんなさい。いや、待ち切れする。椅子から立ち上がる、その椅子を蹴飛ばして大きな音を立てた。あ、とっさに耳を塞いだ。アッシュさん、さすがに。どう考えても煽ってきたこいつが悪いだろ。え？煽ってきたの？煽ってた？あ、これが煽り？そこまで、まあちょっと、笑ってついてるけど。まあまあ普通だろう。出た。シーン。おわぁ。ちょっとだいぶ怖くなかったですか？わら。西村くんはキョロキョロと S な私や津貝さんの方を見ながら問いかけた。
ねえ、さすがにちょっと荒すぎるよね。まあ、アシュさんはああいう方なので、あまり気にせずに乱戦しますかね。ああ、ちょっと難しい人なんですね。わら、俺も気をつけないとな、だな。全員がキャラを決めたところで、おそらく大体くんが即座にスタートボタンを押した。対戦キャラのカットイン表示兼ロード画面に入る。あの、西村さんでしたっけ？あんまアシュさんを怒らせない方がいいですよ。失礼が嫌いなので。あ、そういう指摘されるのちょっとうざいんだけど、かっこ笑。ん？大体くん。失礼の具現化からの手痛い指摘に、陽キャも負けじと吠える。失礼の具現化。西村が返答したところでロードが終わり、乱戦が始まった。大体くんは端から飛び道具を投げ続けており、西村くんは操作を間違えて自滅していった。ああ、あんまりやらない人なんだな。ああ、俺戻ろうとしたけど落ちちゃった。これ操作難しいっすよね。いや、上方法にスティックを傾けて D で復帰できるよ。そんな難しくないと思うけどな。特殊なコマンドキャラでもない限り。まあ、復帰しやすいキャラでやろう。もうカービィやろう。だいたい初心者みんななんかカービィみたいな。なんか復帰が簡単なキャラやるよな。あ、そうっすか。なんか俺にはあんまり向いてなさそうだな。わら、このゲーム。そんな早く諦めることないんじゃない？本当ですか？じゃあ会長さんがそう言ってくれるな。俺もうちょっと頑張ろう。西村くんの表情がニコーっと明るくなった。乱戦の勝者は、ステージの端で飛び道具を投げ続け、ライフを最後まで3つ残したままの大大くんだった。これ、陰キャの戦い方やん。もう、それは、まさに。やっぱり純度高いな、大大。あ、じゃあ、俺これからダンスの方行ってきます。今日もありがとうございました。わら。おーす、じゃあね。どうしますか？このまま3人で乱戦続けますか？交代で101で回していけばいいんじゃない？いいですね。会長さん、僕に結構ひよってる感じですか？大丈夫ですよ。自分、女性の方には手抜くんで。は？いや、主人公101でやるって言ったのに、なんでそんな、そういう感想になるの？抜かんで結構。いや、あいつ多分そんな強くないぞ。ちょっと練習したら倒せるくらいの感じやぞ、大大って。そもそも、一応ゲームやってる人なら、3人での対戦はしばらく続き、夜も近づいてきたので帰ることになった。あ、じゃあ、むつの神で食べて帰りませんか？この大学の近くにしては安くて美味しいので、会長さん行ったことあります？あそこご飯無料ですよ。自分最高でご飯4回お代わりしたことあるんですが。へえ、そんな店あるんだ。正直、大学周辺のお店、どの店も入る勇気なくて、なかなか行ったことないかも。せっかくだし、行ってみるな。というわけで、やっと違う背景になったね。超高速で全身を 前後左右に振りながら歩いていく大々くんの後ろ。ん？どういう歩き方？二人で追いかけながら、ちょっと、読み方忘れた。むつの神に向かった。あんな歩き方して人にぶつからないんだろうかとヒヤヒヤするが、案の定道中で四五人の歩行者にぶつかっていた。ああ、ちょっと迷惑な人やな。これは良くない。ちょっと歩き方は改善しよう。お店に着くとちょうど三人横並びで空いていて、待たずに入ることができた。菅井さんが左、Sな私が真ん中、大体くんが右についた。店内までオタクぎっしりのオタクサンドイッチだ。珍しいな。なんかありました？むつの神、ああ、このお店いつもそこそこ並んでいるので、三人が入れるの珍しいんですよ。昼時は6人くらい並んでますからね。ん？ああ、大体並んでるってこと。そうなんですか？なんか3年にもなって全然お店知れてないの悲しいな。今から知るのではダメなんですか？え、あ、確かにね。今知ったんだから今からラッキーって考えればいいのか。菅井さんのポジティブな気持ちの切り替え方にちょっと嬉しくなった。じゃあ会長さん聞いてくださいよ。さっき陽キャにぶつけられたので、中指立てておきました。すいません。ちょっと怒りここで解放していいですか？さっき解放できなかったので、一回解放していいですか？ん？お前がぶつかったんじゃね？いいよ。興味がないので、主人公一体どういう？お前、
陰キャ大好きなんじゃねえのかよ。興味がないのか適当に相槌を打っておいた。マジムカつく、しねしね。大大くん、今はとりあえずそこまでにしておきましょう。え、やめなとか言った方がいいんじゃないですか。いや、やめろと言ってしまおうと。え、頭蓋の心の声。いや、やめろと言ってしまおうと。え、こんなレベルでビビってるんですか。僕はこのくらい余裕で言っちゃうんですが、と生きられてしまうので。ああ、そうか。そうか。あ、ちっちゃい声で、これちっちゃい声ってことだろ。このカッコは。もう扱い方が強大な力を持ちすぎて。地下牢に監禁されてる気分屋の化け物みたいだね。あ、この扱いが、こいつが強大な力を持ちすぎた化け物や。扱い方。扱われ方。話してるうちに店員さんに味の好みを聞かれ、全部普通にした。簡単に案内され、即座にラーメンが到着した。初めて食べる陸奥の神の、これって元ネタわからないけどな、私あまり日本のそういうのよく知らない。ラーメン並600円。美味しかったが、立ち食い形式で食べてる後ろ姿が後ろから丸見えなので少し落ち着かなかった。だが、波サイズ特有の最低保証の海苔、ほうれん草、チャーシュー、そして体に悪い味のスープが、体に悪い味のスープが心に占めて美味しかった。大大くんはずっとサービスのキュウリの漬物とスープでご飯をびっしょびっしょにしながらサービスライスを食べていた。菅井さんは丁寧にラーメン、そして一杯のライスを完食していた。うん。隊長さんでラーメンとかお食べになるんで、そりゃ食べるやろ。え、全然普通に食べますよ。食べないと思ってました。ああ、そういうわけでは。菅井さんはどこかもごもごとしていた。え、気になるから、なんかあるからなら言ってくださいよ。母親以外の女性と会食をした経験なくてですね、女性の方もラーメンをお食べになるんだなって、どういうこと。すみません、失礼なことを考えてしまったので言おうか迷っていたんですが。食べる食べる。うん、そうなんですね。そうですよね。いや、なんか恥ずかしいこと聞いちゃったな。すいませんでした。いやいや、全然。いやー、マジでさっきでお客さん、かすすぎる。まだ言ってる。大体くんは帰り際の間際まで陽キャの怒りを半熟。これ意味わかるけど、読み方、日本語の読み方がわからないな。反す、日本語の読み方は反す。反すし続けていた。最近はまあこんな感じ。ようやくの登場でどうなるかと思ったが、今のところ特に問題行動を起こしていないような気がする。まあ少しでも何かあれば会長権限で追放するつもりだけど。で、気づいたことがある。新刊はない。というか、決まったイベントが A 大佐以外に一つもない。だからイベントごとは自分で旗振って取り行うしかない。そして一番 S な私が驚いた重要な気づきは、陰キャ君たちは自分からは全く S な私にアタックしてこないということだ。いや、何の気づき？あれ、サークルといえば絶対恋愛するの。絶対アタックされるの。なんか、もっと勘違いされてめちゃくちゃアタックされるのかと思ってた。あ、勘違いされて？ああ。全然そんなことはなかった。いや、S な私が自意識過剰すぎたのかもしれない。反省しなくては。ああ、なんかもっと、そういえばもっとこいつが勘違いしてアタックされる。なんかアタックしないやろ。ここがこのゲームのいいところかもしれない。女攻め中にとって。ならば S な私から行かねばなるまいな。え？え？ラブコメ要素、ここから？陰キャに愛されるのを待ってはダメだ。いや、ん？自分から愛すのだってこと？ S な私から陰キャを愛しに行かねば。愛しに行くとして誰よ？ここからルント分岐？じゃあさっきの前の2階の選択肢は後でまたやるか。今はとりあえずここから分岐やってみる。うん、最初。
だいだいくん早口で服がダサくて斜め掛けのカバンに空気がいくつもついてぶつかって音を立てているソシャゲプレイヤーだけど悪い子ではない。しかしおそらく喋ったの歪んだ価値観を持つイキリオタク由来であろう気分の悪いデリカシーのなさが少々目につく。あ、歪んだ価値観を持つイキリオタク由来オタク由来、はあ、どうするいや、ま、そんな選んだらもうそれにしよう。そんな迷うとかある？